体を下ろすのを一瞬にしてしまう。まず練習の仕方が、振りをもらったらまずその音取りの振りを揃えるところから始まって、でその後にニュアンス、その音の取り方の質とかを揃えて、せーの、ポン、ウ、ポン、ポン、ポン、まで。ここの速さと出す時にちゃんと真横に出すのと、ドン、上げて、もう一回、まず、せーの、ポン、ウ、体幹とかその腹筋系はやっぱあのストップとかに必要になってくるので、上腕筋は手を早く動かすとか、キレよく動かすためにやってます。腸腰筋を鍛えるのはその足を引き上げたりとかジャンプしたりする振りが多いので、その引き上げるのをできるようにっていうのを目的でやってます。この筋トレメニューで私たちのダンスはパワーアップしてます。真っ白のこの衣装に曲名が群青なので、この群青色をこう散りばめて絵みたいになるようにしてます。One, two, three, four.
人がいたら手当てをします。ダンス歴は高校生から初心者でやり始めました。難しいがすごい大きかった。オーディションがあってそれに落ちちゃって、部長としてダンスできないのもすごい悩みました。でもそれ以上に楽しさがあって、上手な後輩を見て真似しまくって、とにかくダンスに没頭しました。戻せないはずなんだ、こうしてまた優勝をまだできてないので、やっぱり優勝を目指して頑張っています。